ケージの扉が開きますよ。ポンちゃん、ポンちゃんはジャン君とか来たの？はい、どうぞ。ポンズちゃん、どうだぞ。動きが不規則なのはいいんだけど、自分のコントロールが難しいね。ほら、持ってるだけでさ、違うところ、垂れたらビヨンってなって、うん、勝手になってくれて、こりゃ楽ちんって思ったんだけど、うん、意外となんか思い通りのところに行こうとするとね、うん、自分の持ってるのは意外と、金属だからか、うん、ちょっと
やん。ちゅう。すごい飛んだね、シャンジュちゃん。すごかったね。シャンジュちゃん。すごいすごい。ぴょーん。はい。あら。シュお背中ポンポンも好きでしたよ、ね、だいぶ慣れてきたね。はい、どうぞ、うん、いい感じです。はい、おいしいね。おいしい、おいしい。シュンくんもちょっと待ってね。シュンくんもちょっと食べたね。ちょっと気に入ってたな。はい、シャンプーンだぞ。はいはい、はい、これですね。はい、どうぞ。はい、ゆっくり休んでください。シオンくんですけれども、トライアルが決まって、今着々と準備中ということでですね、このところ、まあ、ここ1ヶ月ぐらいですかね、この、ウェットを食べていると、お腹が緩くなるという、現象を少し、まあ、あってですね、それが、どのウェットを食べているとなるのかを少しずつ少しずつ今検証してきました。そして、大体これはちょっと怪しいなっていうのと、この、缶詰とかパウチとかは大丈夫とかっていうのが大体、浮き彫りになってきています。全ての、製品を
試すわけにはなかなかいきませんので、大体の指標が出たので、それを、里親さんにですね伝えられるかなと思います。これ、まあ何が原因かはちょっとわからないんですが、その相性みたいなのがあるのか、もしくは今、9ヶ月を過ぎたところかな、大人になる過程で体質が少し変わってきているのか、というのも以前は全然大丈夫だったものが、ちょっと緩くなったりとかっていうこともあります。里親さんの方でですね、またちょっとずつ試してもらいながら、大人になっていくと、これも大人の階段ですか、しおんくん。あとね、ちょっと食べ過ぎは気をつけようね、君ね。